はい、ヤプシーアジアトップ2015、ヤプシーアメ事情というタイトルで発表させていただきたいと思います。タイトルにヤプシークエスチョンマークついてるんですけど、ヤプシーの話は1割ぐらいしか出てこないんで、クエスチョンマークがついてます。まず、お前誰よって話なんですけど、ID リックっていう名前で、五反田のモバイルファクトリーっていうところで働いてます。普段は恋愛シミュレーションのゲームの中の人をやっていて、こういう可愛い子たちと遊んでいるっていう感じです。ところで、皆さん、こんなことはありませんか？会社を出たら、雨が降ってるっていうこと。まあ、それは普通にあるとは思うんですけども、詳しく言うと、やった、定時だ、帰るじゃないですか。お疲れ様ですって言って、エレベーター降りて、外出たら雨が降っていて、傘は会社になる場合。これって、まあ、戻るのすごい面倒くさいですよね。ということで、まあ、噂によると最近はエレベータールームに雨天を知らせるランプがあるビルとかあるらしいんですけども、まあ、うちにはそういうのはないので、定時に五反田に雨が降っていたらスラックに通知をしたい、まあ、そういうことで通知ボットを作ろうという感じでやりました。データは、雨雲の実況の動きの天気 JP っていうサイトがあるんですけども、ここからデータを取ってきてくるウェブサービス天気 JP ライダーイメージっていうのを GitHub に上げました。使い方は簡単で、入手して、東京の場所を指定してあげて画像を、ね、保存してあげるとこんな感じで画像が撮れることができます。ただこれ1個問題があって、あの縮尺だとボタンがどこだよって話なんですよ。まあ、分かる人には分かるんだけど、大体この辺とかなんだけど、普通そんなこと知らねえよって話で、まあ、拡大して拡大して航空写真と見比べて、まあ、大体五反田はこの辺だよねっていうのをなんとか見つけ出して、少し西寄りに広く撮ります。あとはこの画像を GD イメージを使って平均値を取ってあげて、普段の色を覚えておく。普段の色と今の時間が違った、今の色が違ったら雨って見なしてスラックに通知するようにしてます。まあ、お昼ぐらいとかあと夕方とかにお疲れ様です、雨は降っているみたい、傘忘れないようにねって言うと、あ、私は傘を忘れずに下に降りることができます。で、画像のルールがこういう感じになっていて、まあ、2015年8月14日20時の画像とかっていうのが撮れていて、ここでもう勘のいい人は気づくと思うんですけども、これすごい過去のデータ実は撮れるんじゃねと思って調べたらこんな感じでした。と、2014年とか、2008年ぐらいまで遡ることができて、だいたい雨がどれぐらい降っていたかっていうのは、まあ、青いところが一瞬降ってたりとか、1時間ぐらい降ってたりとか、あるいは懇親会の時間だけ降ってたとかっていうのが、撮ることができます。で、デモをやりたいんですけども、いけるかな。さっきからネットワークの調子が悪いんで、じゃあ iPhone でやっぱポストします。このリックアンダースコアサンダーボックスっていうアカウントが明日ぐらいまでにはボットの機能をすると思うので、みんなで確かめてください。で、返事に返ってくるのにちょっと時間かかってくるので、その間に CM をさせていただきたいと思います。とうちの会社で雨雲の通知アプリがあって、アメットっていうんですけども、降水確率が 30% 以上あったら雨を通知してくれるっていうアプリがあります。ただこれはさっきの雨雲レーダーイメージとは全く関係なくて、単純にうちの会社で雨雲の通知のアプリがあるから、とりあえずついでに紹介しようっていう感じでした。あと、島アプリの熱中症予防アプリのアチットっていうサービスもあるので、合わせてご利用ください。いけるかな。もしネットワークがつながってたら返事が返ってくるんですけど、あ、ダメですね、死にました。はい、ということで、諦めました。ご清聴ありがとうございました。